こんにちは。今日はビワの木を描いていきたいと思います。それでは実から描いていきたいと思います。今日は6つの実を描いていきますね。次は茎です。茎でつなげていきます。次は葉っぱです。シュッとした葉っぱですね。描きやすいように向きを変えます。薄くなっているので、もう一度頭の上に今日は黒いボールペンで X という字を書いています。最後に落款をしてビワの木が描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。